さて今回もスカムやっていきたいと思います。今日はですね、私重装備ですわよということで、こんな感じですね、各種回復アイテムに飲み物、食べ物、そして、ロックピック用の数々の品ということで、どこに行くかと言いますと、この拠点からすぐ上ですね、北の方向、拠点地下のところに、なんと軍事施設を発見しまして、しかも何やらね、地下に通じる道を見つけたんですよね。これがね、もしかしたら噂のバンカーというものなのかなということで、きちんと準備をしてまいりました。で、トラクターというじゃなくてバギーで行こうかなということで、バギーにね、このバックパックを詰めて、わー、バグってバグってる、うるさいうるさいうるさいもうこれちょっとバグりすぎ。よし、今回ね、弓矢もたくさんっていうかマックス積んでるんで、弾切れの心配もなさそうで非常に安心ということで、じゃあレッツラゴーと。実はね、大陸横断用の通路もね、近道で作ったんで、せっかくだからそっちから行ってみますか。見てください、あれが大陸横断用の通路。違う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 、この段差乗り越えられないんかーいっていう。おうし、あ、いい感じ。通常だと、まあ、このね、黄色い道に沿ってここの自然の橋を渡らないといけないんですけども、まあ面倒だということでね、ここに橋を拠点から作っちゃいました、こんな風に。まあ今回通るのが初めてなんで、果たしてうまく、ああ行ってる行ってる、うまくいってますねよしよしよし。でこの上ちょっと行ったところが、道ということで、はい、道出ましたね。いや結局道側に行っても変わらないんじゃないかっていう今回の方向に関してはそうなんですけど、ただ渡りたかったっていうね、その結果ちょっとバギーが傷ついたっていうまあ大変無駄なことしてますけど、いやロボもねもちろんいるんで、こっちでよかったかな、ロボももちろんいるんで、マジで気をつけないといけない。今、ケアパッケージじゃないや、エアドロップから出る、ちょっとね、RPK の弾薬を集めてて、まあ、売らないで置いてるんですよね。あれいっぱい持ってったら、まあ、マガジンがね、すごい量入るんで、あれ持ってったらロボ倒せるんじゃないかなと思って、今、弾薬は弾薬で貯金してるんですよね。貯金というか貯蓄というか、まあ、いつかはねロボも倒したいなと。弓矢でもいけるのかね。でも弓矢はなんか装甲貫通しなさそうだからな。一応弓矢はもう100ポンド引けるよう、スキル上げて100ポンド引けるようになったんですけども、100ポンド以上はいかないっぽいんですよね。だから多分100ポンドで貫通しない装甲だったら、もう弓でロボにダメージ与える手段っていうのが爆発矢ぐらいしかなくなっちゃうんじゃないかなと。で爆発矢も決してコスパのいいもんじゃないんで、まあ機会があったらっていう感じですかね。お、意外に近いからね、もうちょっと走ったら着いちゃうね。これまずはロボの攻撃をかいくぐって内部に侵入するところからですね。あ、ここから見えるんじゃないか。場所違ったな。さあ今回もスカムやっていきましょうということでね嘘嘘場所
場所間違えてました。こっちじゃなくて、こっちですね、多分。もう一回行くか。もうせっかく戻ってきたんで、ちょっと減った燃料満タンにして、ぶつけた部分も修理しておきました。はい。じゃあ、気を取り直してね、行きましょうということで。いやー、なんか似てたからね、上かと思ってたね。下だったね。普通の、たどり着いた先は普通の民家だったっていう。いやー、よくないよくない。適当加減がバレちまった。開けたら閉めるの精神。これ大切。さあ、レッツゴー。もうすぐだね。もうすぐ分岐があるはず。で、この舗装された道路じゃない、なんていうか、農道とか獣道の方に曲がって、あれ？ここら辺だな。あ、こっちだ、こっち。こっちこっち。で、この先だったはず。あった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 。ここですね。もうどうしようかな。中まで入っちゃうか。ちょっと坂になってるから。進んでる。ロボいるね。この裏に隠しとこうか。あ、うるさいうるさいうるさい。よし、前進。とりあえず目の前のこのなんつうんだろう、鉄の移送カーゴみたいなとこまで行って、ほら、あれあれあれ、左に見えますかね、あのなんていうかコンクリ作りの洞窟じゃないけど、あー、そっか、フレアとか持ってくればよかったな。あのロボットの気をちょっと引けるんですよね、フレア投げると。廃車さればガンガン出るから、高いもんでもないし。あいつら音にも敏感だからな。あれは離れてるから大丈夫か。あれ、がっつり見つかってる。しかも石に引っかかった。あれ、あ、中入れる。あ、ここ安全。閉じて閉じて。わー、ちょっと暗いな、これ。編集で補正上げるけど、実画面がちょっと暗いよね。これちょっとガンマ上げられないかな。上げられる、上げられる。あんまり変わんない。あー、ナイトビジョンかなんか持ってくればよかったか。よし、とりあえず、ちょっとなんか食うか。一旦落ち着こう。これ食べて、これ食べて、これ食べて、ダメージ食らった時にね、食料食っとけば、回復も早いから。硬いね、顔面でも2発。他は？あ、ここ安全。爆弾ゾンビいるね。
すげえな、しかし。出てくるのも、フルアーマーの軍人ゾンビか。そして、置いたのは軍用品。やばいね。初めて来たけど、あさりごたえが、すごそう。そしてもうゾンビ。これ全部狩り終える頃には、次が湧いてそうだね。めっちゃいるっぽいな。ちょっと扉開ける前に、引き絞っといた方が、いいまであるな。あ、ここ大丈夫か？大丈夫だね。めっちゃ足音する、怖っ。やっぱ軍用品漁らないと、普通のものが出てくるな。うわぁ、下もあるのか、さらに。あ、隠れちゃった。とりあえず安全確保だな。あ、爆弾ゾンビの声。あ、そうだ、爆弾ゾンビ解体したくてワイヤーカッター持ってきてたんだった。うまくヘッドショットで倒せたら解体してみるかね。あ、こうなっちゃうともうダメだね、勝手に爆発しちゃうから。ここが一応端なんだね。とりあえず一個ずつ見ていくしかないか。あ、どっからか来てる。どっから来た、これ湧いたのか。普通に階段登ってきたのか、もしかしたら。この、あさると一瞬立ち上がるの何なんだ。いや、怖いなぁ、声が。おぉ、爆発した。この辺は普通の倉庫っぽいなぁ。とりわけ。息遣いが怖いんよ。どっからか来てないか心配だよな、これ。やっぱこういうロッカー大したもん出ないな。いないよね。あ、ここはなんか、あ、銃あるね。これなんだ？ショットガンか。すごい、あれだね。状態が悪いから。弾はもらってこう。ショットガンは、ああ、でも一応背負っとくか。別に何も持ってないからね。状態のいいのが出たら、あ、そっちに変えると。鍵付きだね。そんな時にこっちを装備すれば、鍵開けセット。いいね。お、なかなか。よし。ああ、あ、キーカード。うわぁ、キルボックス B1 って書いてある。キルボックス B1、上か。上のキルボックスもどこにあるのか探さないとだね。まあ、ちょっとバンカーですら初めての男が、果たしてキルボックスなんか生きるのかどうかわからないけど。あ、デザートイーグル。これマガジン、デザートイーグル用じゃん。詰めとこうか。オッケー。よし、ホルスター見つかればいいね。
やっぱちょっと外れが少ないね。ちゃんとガンロッカー開けると銃が入ってるというか。あ、また銃置いてあるな。あ、ハンドガンホルスター装備しよっか。修理して、で鍵開け用に装備変えて、デザートイーグルをハンドガンホルスターに入れとこう。これはこれも状態悪いからいいかな。お、発煙手榴弾。これ、脱出するときに、サプレッサー、ロボに投げつけてみよっか。めっちゃ声が気になるよ、これ。怖い、怖い、怖い。何もなし。何もなし。ちょっと寂しいね、なしって。あー、AK-74U。ちっちゃい方のやつだね。AK のマガジン。お、え、アスバルのマガジン。何もなし。何もなし。ここ見てくか。何もいない？ここにつながってるのか。何もいなさそうだね、ここ。ただ、出るのも普通の、どっか調べたときに、輪ゴムとか。あ、これは持ってこうね。鍵開けに最悪使えるから。うわー、びっくりした。どっから出てきた？え、マジどっから出てきた？待った待った。ちょっとしびれ。どっから来た？湧いた？湧く？怖っ。アンチバインを持ってくれよかったな。あ、いるいる。ドア前待機してる。閉めといてよかった。怖っ。マジどっから来たこれ。怖いわ。恐ろしいところやで。まだいる？この下がどっかとつながってんのか？いや違うな。つながってないな。上から落っこしてきたわけでもないよね。もともとこういうここら辺に寝っ転がってきたやつが起きたってこと？まあなんか、すごそう、扉が。こっちも？ああ、すごそう。いや、なんか落ち着いて探索するような気分じゃないよな、こんだけぐわぐわいってると。あ、防弾ベスト。着よう。じゃあちょっとまた下行ってみますか。怖いなあ。来た。まだいる？なんかいそうで怖いな。あ、間違えた。潰された。でも調べられる。これの適当加減がいいよね。トイレ。トイレもあるんだ。あ、ここら辺なんか研究室みたいなとこ。ちょっと安全確保してからのがいいよな。ここ普通のやつか。あ、水とかね、置いてあったり。走ってる音がする。気のせい？上の階か？とりあえず落ち着いて食べ物食べよう。こういう時は食べ物食べるのが、あ、間違えた、全部食べました。食べ物食べるのが一番。